6時ぐらい。今日は朝方ですけど、時間が10時なので、日の出、先の日で間に合うか分かりません。しかも、もう知らずにできました。てか、まだね、10時ぐらい。見た？そっちに行っちゃったよ。着いた。わあ、雲海みたいになっとうね、あっち。ホーマンの方、ほら端っこ雲海みたいな見えた。綺麗。ほら、雲海みたいに見える。あと12分、12分やけど、山やけもうちょい遅いかな。顔なし、真っ黒黒すけトトロ、みのさん、やっと会ったよやっと会ったよ。
んなに高くなった。早ーい。ちょっと剣玉が転がってった。では朝日を見ながら朝食を。贅沢よね、こういうのが一番。朝日を見ながら照り焼きチキンマヨネーズパン。朝ピザ食べたけどね、重いかな。いいよね。さあ、じゃあ朝日を見ながら食べます。これ1時朝日とチキン照り焼きパン。もうプレートがほら水滴で反射しとる。キラキラ。もしも、もうダメや。一発目からダメや。集中力が足りてる。見よってよ。トトロ。これだけは一発で決めれると思ったのに。見よってよ。顔なし。ちょっと回しが足りんかったみたい。お願いします。見よってよ、真っ黒クロスケ。へえ、だいぶできるようになってきた。トミー一周。はい、では朝ごはんも食べて朝日も満喫したのでござします。このね、枝、このちょっと倒れてきと、台風でかわからんけど、この枝でいたーってなった時に。トトロとここ真っ暗の中トトロと目があったで。ほらこれこれちょっとやっぱ倒木よね多分。たぬきさんとトトロさんいました。朝気づかんかったけどここにもいました。ゆったりコースの方だね。アンミョウ見つけた。アンミョウいました。ではパーキングの方に行きます。公園通ろう。もうすっかり日が昇ってる。おお、もう太陽あんなところ。ではロープレーして意外と滑る。最後にロープレーしてこう